ミスター M さん、本当に動画のやり取りがね、1年間になりましたね。感慨深いですね。初めてミスター M さんが私にメッセージをいただいてくださって、それで筋トレ関係でね、 YouTube を始めました。で、私も一緒に筋トレをしていこうと思いましてね、それをきっかけに。で、1年経ちましたね。私なりに故障もあったんですけども、いろいろ体のこととか食事のこととか見直すことができて、私は家族がいますんで、私の食事の制限っていうのは家族の食事の制限にもつながるんですよね。まあ、ということでね、食生活かなり変わりまして、それまでもまあ健康的な食生活を送っていたんですけども、量を調整したりね、それから炭水化物を減らしてみたりとか、非常に楽しく私も自炊ができたかなと思っています。まあ、それからですね、やっぱり自分の体型が変わっていくこととか、体重が減っていくこととかね、非常になんかこう面白かったなと思いますし、それはまだまだ続くんですけどね、私もこの1年前にミスター M さんと出会ったことによって、本当にね、1年間一緒に心技体の真の修行できたかなと思います。もう本当にね、ビジネスっていうのは精神がものすごく大事になってきます。まずは精神、その次に、技ですよね。そして体、体っていうのは何かというと、ビジネスでいうと、生活環境とかっていうふうに考えてもいいのかなと思います。要するにね、体が変わってくるんですよね。ビジネス思考っていうのは体も変わってくるんですよ。生活も変わってきます。で、何よりも豊かになっていくと、もっと幸せに暮らしたいと思うんですよ。まあ、ですんで、守りっていうものも入ってきますよね。最初は無鉄砲にやるだけなんですけども、でもだんだんね、自分の暮らしとかが守られていくと、固くなっていくと、これを守っていきたいな、少しでも長生きしたいなと思うんですよ。まあ、ですんで、ビジネスを追求する人っていうのはみんなね、健康に気をつけるようになります。ということなんで、今回のミスター M さんの出会いっていうのは、私のみならずね、速稼塾塾生さんにも健康をもたらしているんではないかと思うわけなんですよね。これからも新しい、マッチョクラブ、本当にね、第 2期といいますか、第2フェーズですよね。2週目に入りまして、これで基礎は固まった。ここからですね、本番ですよ。たくさんの動画も世の中に出てますし、再生数が多いのもあります。これがミスター M さんのやってきたことだと思いますんで、これからもね、どんどんやっていきたいと思います。なんと言いますかね、感慨深くてね、出る言葉がね、本当にもう感動ですね。感動、本当に感動ですよ。もうあの24時間テレビのね、サライの曲が聞こえてくるような感じがします。ミスター M さん、これからも新しい企画どんどん打ち立てていきましょう。それからね、ガチンコマッチクラブも本当200話ぐらいになってきますね。すごいなと思います。また、ガチンコマッチクラブの第2期生など募集してみてはいかがでしょうか。そして当面はですね、例の椎名木麻君との対談、こちらの方もね、楽しみにしますんで、準備が整いましたらまた教えてください。速稼塾塾内でも紹介させてもらいます。 Zoom の方もね、参加者がいっぱい来るといいですね。それでは一旦以上です。失礼します。これからもよろしくお願いします。